どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、ゴルフ場、実際のラウンドの時の、T ショット、ドライバーショットが、なぜか OB になってしまう。チョロになってしまう。練習場ではこんなミスを出したことないのにというようなミスが出てしまう方、なぜそれが起きるのか、原因があります。そして、どうすればそれが解決できるのか、対策方法ありますので、今回はこの2本立てで皆さんにお届けしていきたいと思います。ラウンドで、 ティショットうまく打ちたいですよね。それをこの動画最後まで見ていただければ解決できると思います。私、三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さんに毎週会える。本当に楽しみにこの仕事をやらせていただきます。そして動画を見てくれている皆さん、ティショット成功させましょう。では、早速いきたいと思います。練習場ではうまいこと打ってるんだけど、コースで全然うまく打てないという方がいらっしゃいます。うん、例えば、うん、よしよし、ここではうまく打てたぞ。 となるんですが、なぜかコースに行った時に、こんなミスが出てしまう。これ、今、T ショット、まずまずショットを打って、で、そして今、全く持っていいショットじゃない、まあ、チョロが出たわけですが、こんな風に出てしまう原因があるわけですね。要するに今、再現できたというのは、まさにその原因をわざとこう作ったから、そういうミスが出たわけですね。それは何がそういうさせているのかというのが、 わからないと解決できないんですよね。えなので、それを解決しましょう、うんえ。じゃあ、その原因は何かというと、基準、よりどころがないからです。うんねえー、このーボールをあそこに打ちたいっていう感じなんですが、ただただ、ああ、どうしよう、不安だな、ミスしたらどうしよう、みたいなことを思いながら、 まあそこまではもしかして思ってないかもしれないんですけど、まあただただこのボールを打とうと思って、打ったら、ああ、しまった、帯になってしまった、ということになってしまうわけですね。で、これは、まあいわゆるその、基準だったり、寄り所がない状態で打ってるから、そういうことが起きやすいんですね。そこで、何か一つ、基準と寄り所を作りましょうということですで。これは、まあいろんなこの基準を持つことはもちろんできるので、個人差はあるんですが、 一つおすすめの方法があります、えー。その原因は基準がないということが原因なんですね。ですから基準を作りましょう。ではその対策方法は何かというと、えー、自分のいる位置、うん、この位置が、ボールはちょっと左側にありますので、えー、このボールよりも少し右側に自分がいるんだよと認識した状態で打ってほしいんです。うん、ですから構えた時に、まあ、ボールは左側にあるとも言えますが、 自分がボールの右側にいるということもできるわけですね。なので、自分がボールの右側にいます。この状態で構えたら、ボールを打つまでボールの右側に自分がいると思い続けて打ってほしいんです。ですから、右側にいるぞ。その状態でずっと打ってあげれば大きくずれることがないですよね。こういうふうに基準をしっかり持ちましょうねと。じゃあ、それは何が基準なのか。それは自分の位置がボールに対して定まっているよ。 それが動いてないよ。そういう寄り所があれば、自信を持って打てますよね。何かこう、基準があったり、寄り所が何もない状態だと、まあ、あいわゆるその、命でもない状態で、綱渡りしてるようなもんで、もう不安で不安でしょうがないんですね。そうすると、普段動く動きも、まあ、できなくなってしまうわけです。えなのでえ、自分がここにいて、ここにいれば大丈夫だよ。その軸がしっかり固定されてる状態であれば、大きくずれることはないんだよ、っていう、その寄り所を持ってして、 スイングをすれば大きくずれることはありませんよということです。で、このストーリー全体を頭の中で全部入れておいてほしいんですね。えー、ですから、あ打つときには、えー、たった一つの基準、寄り所、えー、それを持ちながら、えー、打っていく、えー。それを心がけてあげるだけで、えー、ティーショットうまくいくように、えー、皆さんのショットは繋がっていくと思います。えー、練習場でうまくいかなければ、それはなかなかコースで発揮できるものではないかもしれませんが、あここでは全くそんなミスは出ない。 ということであれば、コースでも同じようなショットが打てるはずですので、ぜひ皆さん、まずはコースで一回試してやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう